皆さんこんにちは、藤崎アリスです。今日は多分もうみんなが寝てるだろうな、明日学校だしもう寝てるだろうなと思う時間に、もう今何時だ、撮ってるのが夜中の2時なんですけど、あれです。何をとしたかっていうと、いつもね、動画じゃないですか。まあまあこれも動画なんですけど、みんなが寝る時に聞けるようなものをなんかやりたいなと思って、でなんか本当は最近ね、タクスタとかね、キャスとかね、最近できてないので、毎日 YouTube をちょっと更新頑張ってしようかなと思っている中で、なんかこうみんなからの相談だったりとか、結構ブログとか DM とか、まあ、リプでもそうなんですけど、コメント欄とか含めね来てて、で私動画でしかやっぱりみんなとこうやって会う機会ってねなかなかないので、こうちょっとね動画を使って皆様とお話しできる機会を作れたらなと思って、こういう風な形で動画を作ってみました。これは動画というのか、動いてないから動画なのか、もうむしろ静止画だけど本当に聞きながら寝てもいいし、聞きながらそうだよねって思いながらコメントをくれてもいいし、まあ、本当に自由な動画かっこ仮になってるんですけど、まず第1回目なので私のことを話しますね。私はピンク星で生まれ、ピンク星という名の埼玉県で生まれ、今年で25歳に今月でなったんですけれども、すごく硬い家に生まれたので、本当にみんな親戚とかね、身内とかもうみんな六大学とか行ってて、本当に何だろう、すごく硬い家系で、芸能界に進むのもすごく反対していて、でなんで芸能界入ったかって、私幼稚園も小学校も中学校も高校も専門も全部いじめられてたんですよ。でよくコメント欄で、アリスちゃんは明るいからいいなとか、私も同じコンプレックスを持ってるけど、アリスちゃんは明るくて周りに人がたくさんいて羨ましいですとか、そうやって言ってくれる子もすごくいて、逆に何だろう、すごい嬉しいなって思う反面、私も一緒だよってすごく思うことがあるんですね。私は本当に弱いし、泣いてばかりだし、もうキャスでも号泣しちゃったりとかね、よくするんですけど、決して私一人の力で強くなれたわけではないんですよ。本当にこうやって動画を見てくれている皆さんがいて、その皆さんがいるから私がいるっていう風にすごく思っているので、多分その何だろう、幼稚園小学校中学校とかってずっといじめられてきた私からしたら、今の状況ってすごくありえなくて、なんかアリスちゃんのこと好きですって言ってもらえる人がなんかできるなんて、なんかすごくね、私は本当にみんなお友達だと思ってて、なんかこう何だろう、会えなくても遠くても少しでもね耳を傾けられたらと思ってるんですけど、どうしてもこう人数が
増えていけばね、こう一人一人と向き合うこととかができなくというか難しくなってしまったりとかもあると思うんですけど、でもなんか私はみんなとフェアにこう対等でいたいっていう気持ちもあれば、なんかすごく複雑な感じもあって、で芸能界に入ったのもね、なんかまあ、きっとねこれアンチさんも聞いてると思うんですけど、なんかブスとかデブとかね、キモいとかね、いろいろこう書かれて、で自信があるから芸能界入ってんだろうとかね、よく言われるんですけど、それね、芸能界入ってみないとわからないですよ。本当に。なんで芸能界入ってると思いますか？逆にみんな。もちろん自分に自信があって、俺私いけるって思ってる子もいると思うけど、多分きっと私みたいに輝ける場所というか自分の居場所を作りたいって思って入ってる子もたくさんいると思うんですよ。てかね、どっちかだと思うんだ、本当。自分に自信がある子か、自分にめちゃくちゃ自信がなくてコンプレックスの塊の子か、どっちかだと思うんです。私はどちらかというと後者、どちらかというとっていうかもう後者なんですけどね。自分のことが大嫌いで、自分のことを少しでも好きになってあげたくて、なんか自分のことをずっと責めてきたので、だから自分のことを少しでも好きになれたらと思って芸能界に入って、でも右も左もわからないただの女の子が一人でやっていくには、この世界はすごく大変で、いろんな大人がいて、なんか大人の世界で生きて、なんか怖いなってすごく思って、もともとやっぱり人が怖いからね、なんかこううまくいかないわけですよ。で多分今4月でしょ？こう新社会人になった人とか、高校上がった、専門上がった、それこそ中学校上がりましたって子いっぱいいると思います。その中で溶け込めなかったりとか、ちょうど今4月の終わりだから溶け込んできたかなぐらいに思ってる子たちが多いんじゃないかなと思うんですけど、なんかそういうのって誰にでも本当にあって、私唯一こう傷つくというか思っていたのは、こいつに何言っても傷つかねえからって言われたのがすごくショックだったんですよ。私いじめられてはいたけど、ずっとこんなキャラなので、なんか傷つかないって思われてたみたいでね、すごいそれがすごいショックだったなっていう思い出なのか何なのか分かんないですけど、は残ってます。だからこう動画をいつも見てくれている子の中にも、もしかしたら孤独感をね感じてる子もいたりして、だから YouTube を見て元気を出してる子もいるかもしれないし、この動画から私を知ってくれた子ももしかしたらいるかもしれないし、だから私ができることって本当に動画でしかこういうふうにねお話しすることってなかなかできないんですけど、でも決して私は強い人間ではないし、明るいってみんなに思ってもらえるのすっごい嬉しいし、でもめっちゃ泣き虫だしめっちゃ弱いし、だから体型がどうとか、私はブスだから可愛くないからとかで自分の夢を諦めてほしくないなってすごく思って、ちょっとこの動画を、動画、静止画 声をね、撮りました。ということで、もう10分ぐらいかな。まあ、こういう感じで、垂れ流しな感じでね、最近すごく仲良くしてる子が音フェチっていう動画をやってるんですけど、まあ、そんな感じにね、私もこう乗っかって、声フェチの
方のこう癒しをちょっと求めに行こうかなと思ってこんな動画を撮ってみたんですけど、まあでもまあそれは嘘としてただネタがなかったっていうのもあるんですけど、あとはみんなとのお話の場所を設けたかったのと、そうですね、質問コーナーは質問コーナーでまた違う明るい質問だったりとかね答えると思うんですけど、相談コーナーというか、まあ相談はこういうふうに言ったりまったりと10分ぐらいでやれたらなと思います。はい、なのでもうリアリとかチャンネル登録してねも、はい、今回は入れませんはい、ということでなんかよくわかんない動画なんだか静止画なんだか声だけのわからないものを失礼いたしました。また週1ぐらいでパックと同じぐらいの割合で相談があれば取るし、相談がなければ週1取らないし、むしろ週2、3取る場合もあるしっていう感じで、夜の11時、12時ぐらいにこれを出そうかなと思います。はい、森崎アリスでした。いい夢を見てください。おやすみなさい。